ああ、なんか踏んだ。痛いだろうね。ちっちゃいね。かわいいね。どうしてここに来たの？どうすんの？でもこれさ、丸くしといてあげないとさ、後ろから折って袋に入れる感じ？うん、縛る？押さえて押さえる？うん、取り押さえれる？でこれでキュッて口を縛って、うん、あ、いいね。で、いや、これで、うん、ロープ引っ張る人はロープ引っ張る。これで引っ張れないじゃん。半分先ぐらいだ。これだからさ、ギリになったら UFO キャッチャーみたいな。あ、そう。あ、ちゃんとロープは。あ、そう。でももうちょっと広くする？いいか。これぐらいでも。うん。気をつけてよ。本当に気をつけてよ。ちょっと、あ、ちょっと。そう、口にはめんの？じゃないよ。え、ロープどこ行ったの？脱げちゃダメじゃんね。ま、盗みがいけないんだ、盗みがいけないんだ、やっぱり。そうか。さっきの首まで行ったらいけたかな？首まで行ったら、うん。そうだね、死んじゃうよね、もう。首で死んじゃう？うん、すぐに、え、閉めたら死んじゃうよね。それで、あの、袋をさ、近くに置いといてさ、うん、入れちゃえばいいか、うん、袋に一回入れたら取り扱いやすいと思うよ。押さえたりできるじゃん。そうかだよね。そうか、うん、袋の上からガブッとはいかない。無理でしょ。無理だよね。うん、無理。移動範囲っていうかさ、を狭くすればいいんで、袋の中に入れて。もう首に行った方がいいか。うん、うん、そうだね。これでいけると思う。あ、そうだね。これでいけるかも。で、こことだから。うん。で、別にこれを行けばいいよね。とりあえず、あ、すごかったね。うん、うわ、怖い。あ、怒ってる、怒ってる。あ、そうだね。ちょっとこれ、無理だよ。怖っ。怖いね。やっぱ、あの、入れやすくした方がいいかもね。もう、こうなったらポトンって入れられるように上向きで。
そうすると今度誰がこの もうちょっともう数センチ、もう1メーターぐらい、パッといて、まだ動かしてダメだよ。入るかな、入るかな。ちょっと。袋の口開け。それどこ？袋の口。ここなの。これ？あ。穴から出ちゃった。穴から出ちゃった。これどうやって出すの？紐をどうやって外すのっていう話なんだ。手が引っかかってるね、入り口に。え？何それ？え？あ、紐？紐取らなくていいんだよ。そのまま袋に入れて。とりあえず袋に入れてんじゃない？全身袋に。うん。もうちょい。気をつけて、気をつけて。入れないね。怒ってる。それ意味あるの？そのさ、その下の方をさ、引っ張らない。下の。下？うん。下の。その口の下の。なんかね、手で踏ん張っちゃうね。いやー、ちょっと待って。その下引っ張らないもん。結局手。うん、もうそこ手で。で、たくんがグッて奥に入れたら、うん、もうちょっと下まで行けば。あー、危ないよ、怖いよ。頑張ってる。で、その袋の縁をケンケンが押さえて、たくんがグッて奥に入れられない、うんうん、あ、足が足が埋まってる。あ、でも、もうちょい。あ、いける。入った。であとはだから安全なところに持ってって話せばいいんだよね、うん、そうだね。爪だね。噛んでピッて取れた？うん、あ、OK だよ。
抜けそう抜けそう。うん。自由だよ。ブイブイ言ってる。ブイブイ言ってる。バイバイ。オッケー。